えることはできない。運命はフェザー級の頂点に2人のうちどちらを指名するのか。手を合わせました。中央を取ります。黒いトランクスがサンドロ、黄色、今回はゴールドに近い黄色、金原雅紀チャンピオンです。チャンピオンは金原。昨年のグランプリを制し、そして大晦日は山本キッド選手を下して全国区になりました。まあ、今こう SRC を背負って立つべき選手です。秋山さん、改めてですが、はい、どんなところを戦い見ていけばいいですか。我々はいやまずなんかこう打撃もそうですし、寝技もそうですし、本当に総合格闘技なので、その総合的な動きっていうのをちょっと右、ナイスですよ、入ってます。